中坂みえです。ということで帰宅したんですけどめっちゃなんか <laughs> なんかねなんか息寝てたんだよね息寝てたのにさ携帯をどっかに落としてしまって起きちゃってそっから寝れなくて全然っていう感じ。えー、昼配信したからめっちゃ中坂のさ好きな話しかしない配信してもいい嘘です。 こんばんは帰宅くんばはくよよお疲れくんのよキューブありがとうございましたこちらこそありがとう今日ね道中で寝れなかったちょっと段差長坂メート取れて嬉しかったありがとう明日は行くね待ってますねちょっとお休みって来たけどそうもう一回やろうかなってやってみたごめん <laughs> そう「ゆる廃止やる」って言ってたのに全然やれなくできる時間を見つけられなかったというか本当にさっき帰ってきたので。 ちょっとまったりしてからゲームしてます。充電できてるね。オッケー。え、待って置いてきちゃった。うわあ最悪。ちょっと取ってくる。<laughs> 元気だね私。ああ。私元気とっても。 そうだよあジャージ入ってんのバレた最悪だ <laughs> 皆さんこんばんはなんか明日の髪型どうしよう明日巻き下ろしとかにしようかな今日はどんなポーズが多かった今日多かったポーズはですね、えー、まあ中坂がブログで紹介した三つがすごい多かったのと、まあ、ピースハート まこの辺がもうめちゃくちゃゃく多かったですねあとはなんか謎に友達ポーズ再来してたりなんかグータッチもした見つめ合いもいっぱいしましたねあとサッカーキックみたいなのもしました <laughs> お子は全然いなかったとびきりの笑顔とかとびきり可愛いやつとかそういうのはありましたね <laughs> そう 本してますいやお布団の中でいいんですお布団の中でくしゃみでそうやわえかわいくない100キロパンチもいた詰め合うと全然おしゃべりできないなんか照れちゃうよね <laughs> 今日の私服かわいいのよこれです 気持ちはえなちゃんって感じ。グランパス負けちゃったということで、それな、負けちゃったない、泣き泣きなんだけど。えっと、今日は、友達と遊んでから、集合まで時間があったので、クラブグランパスに行って、ガチャガチャを引いてきたので、紹介したいと思います。まずは、こちらですね。めっちゃね、反射しちゃうので、こんな感じ。これは ワイヤーリングワイヤーリンガ上選手でした、はい、で今日はアクリルスタンドが出たんですよガチャでこれは絶対に引くしかないと思ったので引きましたでーん惜しい なんとグララちゃんが出ましたあとはランゲラック選手とグランパスジュニアくんです聞きましたえそう岐阜が天皇杯代表になりまして嬉しい岐阜県代表5点です今日5対0そう,、J、そう愛知県はね中京大学でしたね確かそうめっちゃ最高これは今日のです前回 のガチャガチャは、これがワイヤー、ビヨーンっての、開けてないんですけど、まだ。ピサノ選手と、えー、行徳選手。若いですね。マリアス負けてたね。ピエン、岡崎。そう。今日は全然これだけしか買ってない。これは、ビヨーンって伸びるやつなんですけど。 カラビナ付きだめっちゃいいねこれは前回1週前とかに買ったやつあのわざわざトヨスタに引きに行ったやつです <laughs> ですですでその時にもう一個引きたいんですアウェイクッションユニは稲垣選手と増井選手でした 去年マジでありえないくらい集めてたので私も引こうと思ってたんですけど引きましたイエーイ <laughs> そう売って帰ってきた最近のガチャ報告でしたそこのワイヤーワイヤーのこれねこれのねグララが欲しくて <laughs> 探してます探してますってガチャを引いて探してますまだ3回しか引いてない ので全然なんですここにまだいます以上ガチャ報告会でした <laughs> アウェイの方が好きですねユニはでも買ってないですアウェイユニは偉い偉いから今日は常滑伯ですいいですねゆっくりしてください明日は鈴鹿のあ明日は三重県の決勝に行三重県はさあれどこですか レッコー鈴鹿みたいな対ビバティンとかですか去年天皇杯ビバティン行ってるんで中坂 <laughs> み見たんでビバティンちょっと頑張ってほしいね長ちゃんスマホの待ち受け買いましただってえ中坂に帰ってくれたってことありがとうもうまたねガチャガチャ引いてねまま坂さんに怒られちゃいますねあとこれ買ったの グララごめんなさいねグララ好きなもので <laughs>、はい、明日はあのー、お仕事があるのでツーショット会前にはいお仕事してきます今日くるみんとシャメ会はできましたか、はい、ぜひあのー、今日のバブがストーリーに載ってるので見てくださいそうなの アウェイユニーはなんで買わなかったんだろうな、うんで買わなかったんだろうって思ってるもう中坂は結構今年ユニホームを買うつもりあんまなくてグランパスの買うならグララってなってるんですけどそうなんかねでもさサードユニ欲しいじゃんサードユニっていうかリミテッドユニっていうかさ 夏とかに出る期間限定のユニーが欲しいのででも誰の買おうかなってなっちゃうから買わにゃい岐阜のゴールキーパーセカンドはマジで欲しい赤いのかわいいにょ「長坂みゆユニを披露できて満足してますわえ」えいいな新潟作れるんだね いいね羨ましいでも今日今日聞いてほしいんですけど今日はたくさんのユニフォームの、あのー、見れたんですよ J リーグユニフォームを見れてあのー、もう J1 大集合スペシャル岐阜、まあ、が一番多かったんですけど結果でもう J1 大集合でしたアビスパいたしアルビレックスいたし鹿島いたしでグランパスいたしみたいなすごくないですか大集合 京都からなんか京都対アビスパだったらしいんですけど今日アビス京都からアビスパ終わってきてみたいな方とかウランパス終わって50分後とかにいたり <laughs> びっくりした本当に嬉しかったです来ていただけてさすがに鹿島とか新潟の方は多分試合には行かず来てこっちに来てくれたような気はするんですけどそういやセレッは見てないんですけど私は。 もしかしたらほののさんの例にはいらっしゃったかもしれないですね。本当にいっぱい j1 大集合スペシャルでした <laughs>。あの、もしあのもしよかったらえっ、ー、と東京関東で1回と名古屋で1回ユニフォームの日があるので、中坂も皆さん。もしサッカーだけじゃなくて、野球とかないのも何でもユニフォーム持ってるよ。っていう方はユニフォーム着てください。 有名になってきたわけではないと思うんですけど、まあ、たまたまたぶん SKE のファンの方でサッカーサポーターみたいな方が来てくれったのかもしれないですねそうめっちゃなんかびっくりでした15周年のベースボール T シャツでも嬉しいです今日ベースボール T シャツ多かったありがとうございますそう楽しかったです今日も J2 なんですけど J2 も全然 J3 もウェルカムです JFL もウェルカムです 額部力出して着ていった方がいい <laughs> あの無理はしないでくださいあの買わなくちゃとかも全然大丈夫ですよ持ってる方限定で大丈夫なので <laughs> よかったらぜひ来て遊びに来てくださいでも楽しかった久しぶりのツーショットですごい楽しかったですでもなんかキューブがもうなんかもうすごかったの。 みんながシャチモナカサカラジオ聞きたいからかなっていう感じなのかもうなんかキューブすごかったよねキューブ来た方はさこのすごかったの意味に伝わりますか天皇杯岐阜は1回戦はアス,アスルクラロ沼津 VS トコハ大学との勝者との対決ですねえー、アスルクラロ沼津は今年すごい J3 で強いのでアスルクラロが来そうな気がしますよね1990年代のユニでも大丈夫 全然大丈夫エスパルス今日勝ったのに7連勝すごいねエスパルス勢いが止まらないねやっぱ今年首位であれじゃない来るんじゃない次劇場に行く時はレプリカユニフォームで着ていこうかな本当にそう今日の9部はもうすごかったのもう何がすごかったかっていうなんか7部8部までがなんかすごい中坂で緩くてなんか中坂が一回しゃっても怒られなかったんですよ だから「えっポーズどうする?」とか言って「えこれするいやこっちがよくない?」とか言っててもあの全然大丈夫だったんだけどもうキューブはもう横に並んだ瞬間から321が始まるからだからもうなんか「えー、みたいな写真たくさんだったと思うんですだからキューブもし撮った写真でブレブレとかがあったらごめんなさい、まあ可いい中坂みゆちゃんが写ってれば OK ってことにしておいてくださいはい あのまあねこう結構変わっちゃうので本当になんかやなんかね長いかった <laughs> そうだからもうあ、ん、しもゆっくりできたらいいなと思いますいや本当に慌ただしかったんですキューブすごかったえっ、ー、みたいな <laughs>。 ちなみに7分で赤のねオススメコーデしたんですが気づきましたえ気づきましたよさすがに気づくかしようそう,そうマジで巻き巻きだったでもそのおかげでみんながラジオ聴ける時間に終わったのではいよかったですめっちゃずっと叫んでたラジオ聞いてラジオ聞いて <laughs> ずっと言ってました今度は来月行きますよ待ってますね そう明日楽しみですみゆも私も楽しみです明日明日も楽しみ明日なんか今日結構ツーショットの希望見えたんですよ <laughs> あのー、明日の希望見えたよね今日のツーショット間に「止まるとみゆちゃんの圧がすごかったです」「後ろのみんな呼んできてよ」って言ったら「みんな剣持ってないの?」って言われました <laughs> えへへへ ラジオを聞きながらお見送り斬新みんなで聴いてくれてたのありがとう,うラジオ流してましたありがとうみんなラジオ聞いてんのかなでもサイリウム振ることに必死になってラジオ聞いてないんじゃないかなって思ってました心配してました幕張も行けそうですよかった楽しみに待ってますねそう みんな全然さねずっと後ろで喋ってるからさ来てよ来てよってワはラジオの画面振ってたよえね,ねずっと携帯持ってたラジオ聞きながら退場までしましたさすがありがとうございます明日しか行かないので剣握り締めて行くけ <laughs> お待ちしてます楽しみにしてるね明日の髪型どうしようかなそう今日はスタンディングテーブルでしたなので明日の で,でも今日はプラバンなんかシートじゃなくてプラバンになっててプラバンのサイズも小さくなっててすごい喋りやすかったのであの希望見えました明日いい感じになるちっちゃい最高島屋にあるやつ手作りでお得感ありましたあれめっちゃおいしいんですよあの普通のモナ中はしっとりモナカなんですけど手作りモナカはサクサクモナカなのでそこがおすすめですねあとは バターとか入れてレンチンして食べるとめっちゃ美味しいケツメさんが終わりそうだったから早めに帰りましたケツメイシさんが今日は横でライブされていたみたいなのでケツメイシさん聞きながら帰りました何十年先もって聞きながら帰りましたそう中ちゃんの生誕祭狙いたくなったえぜひ来てきて。 そうなのみゆちゃんの写真近づきすぎて削れてるっていう情報をいただいたのであのなるべく離れていこうって思ってたんですけど難しかったです今日はサメタも髪型変えててよかったですーショットは割と40分はけとかだったので余裕がありました、はい、明日は大人コでチャイナチャイナなので。 でチャイナチャイナは多分服が一緒なので髪型変えたいんだけどチャイナってどういう髪型しチャイナすればいいのかが分かんない分かんないチャイナです <laughs> 帰り花火が見えた嫁たっちゃ見れんかった花火ピン <laughs> そうグランパス今日負けましたうーん なんか私が見てた時まではいい攻めしてるなみたいな右サイドからの崩しがいい感じだなって思ってたんですけどなんかシュート数が4とかで枠内0だったらしいのでそこはちょっとビえンですね。 お団子できるかな？長さか。ユンカー選手は出たんですけど、なかなかそのユンカー選手の足元にボールが収まらなかったらしい。お団子は自分でできる。いやあんまできない。なんか長い時は特技だったんだけど、短くなってからやってないね。全然。そう、なかちゃんは厳しいどういうことですか？頑張ろうし、のりかちゃんもさぞかし大喜びでしょうね。 でも今日は古巣、まあ、だった中谷選手を久しぶりに見ることができて個人的にはすごい嬉しかったですけどねえそう本野さんはでも絶対行くだろうなって思ってました <laughs> ねえ一つと二つで談合もバージョンあるえなんか一つ無理ないよもう長さ的に絶対見える位置にできないから二つかなやるなら。 そうそうアップがいいですかでも今日顔でかってなってちょっとショック受けました自分に顔でかってそうメイク崩れないものでもアイメイクとか崩れてないけど肌はもうハゲハゲテッカテカだよね皮脂そう チャイナってことは中国語で、OK、中国語めしゃべれんって言えば「にーはおシェイシェイ」みたいな姫田の動画15分くらいだから倍速にしちゃいけないやつだねおもろかっただって頑張、ね、ってみるね姫田に言ってきた1分50秒でリタイアしちゃったからって続き頑張ってみるねって <laughs> 気のせいですかなんかでも今日ほんと顔パンパンだった悔しい明日は小顔マッサージしてからメイクしよう 明日午前中仕事で一応朝早いの朝は全然早くないです午前中というよりは、まあ、週5時間まで仕事のだけで割と午後寄りみたいな <laughs> はい頑張って明日は明日こそ9時に起きたい何時までします今日は12時までやろうかなって感じですまったりお話しかしないけどそう9時に起きて明日は10時からショールームして。 感じの予定今んとこしっかり晩ご飯食べたのえしっかり食べましたまた会いましょうはチャイチェーンえチャイチェン滑舌、えー、が悪いねツイショットのために騎士編したのさすがすぎるんだけどでもなんかみんなのスマホの裏に挟まってるものツッコミ大会してたそうえじゃあ楽しんでーということで楽しむ ありがとう今日充電大事って学んだえそう今日充電なくてあの写真撮れなかった方いたのであの皆さんちゃんと写真撮って写真じゃなくて充電してくださいそう明日はちょっと時間に余裕持って大事ですよね待って10時にショールームした30分だけとかかもう間に合わないわ集合俺 <laughs> ね私は何を考えて毎、まあ、回とりあえず、まあ、10時からやります まあもしさ誰かの携帯がさ充電なくなってさあのもう無理ってなった時はさみんなで協力してあげて誰かの携帯を貸してあげるとかしましょうね <laughs> ファインプレイ大事九時にはならんと思いますいいなミセンいいな 携帯貸しして、てでこうエアドローとかしてあげてください <laughs>。はい助け合い大事今日エアポッツをがなくて帰りつけようと思ったらエアポッツないわと思って急いで探してたのもうあのー、携帯のさ探すっていうさ機能あるじゃないですかあれさ見たらさなんか全然全然トーク会会場とか関係ない 場所にいた名古屋市内にはいたんだけどなんか帰りにワンチャン通ったみたいな道とかにあって「えなんでこんなところにあるの?」みたいな「最悪だ」みたいな「どうしたらいいの?」みたいな <laughs> もう最悪だと思ってなんか車両とかに置いてきちゃったんかなと思って落ち込んでたら普通にカバンの中にありました普通にカバンの中にあります長坂のエアポッツがなくなるわけないのめ,めっちゃ目立つから。 かわいい,かわいいでしょこう開くほら <laughs> はい中坂のエアポッツ今充電ないですマナカが消えたマナカ結構個人情報だから大事じゃんこんなに目立つからなくすわけないんですよそうかわいいでしょそご情報でした 今日免許証危なかった気をつけてみんな身分証大事だから <laughs>。ということでもう間もなくね24時になるみたいなので皆さん今日も配信見ていただきありがとうございました。あのー、起きていればブログを公式ブログかアメブログをどちらかを更新してから寝ますさすがになので待ってろとは言いません明日の朝読んでください。皆さん早く寝てね私ももう眠たいので。 明日のお仕事の準備もしなきゃいけないのでちょっとバタバタなんですけど早く寝ます皆さんも早く寝ましょうおやすみーバイバーイ明日楽しみにしてね私も楽しみにしてます皆さんも早く寝てねバイバイじゃあちょっと早いけど終わりますおやすみ